オラゴリタンダマンドメグインです。この度は視聴者の皆様そして関係者の皆様、このような騒ぎになってしまい申し訳ございません。この動画は攻撃目的のために作った動画ではないということをまず皆さんにご理解いただきたいです。今回の大まかな流れは、私がひどい仕打ちをして事実上クビの扱いを受けたことについての炎上ですが、彼らが発信した情報についてはすでに彼らの主観が入ってしまっているため、正確かどうかというのは私たちにも分かりません。皆さんはその正確か分からない情報を得て事実関係を確認しない上で私にコメントをしている状態です。先ほども言いましたが、私は彼らとも皆さんとも争うつもりはありません。なので私の方から情報を出すこともありませんし、訂正することもありません。提案を一つさせてもらうだけです。まず株式会社メグイン TV は会社です。チームや仲間ではなく会社です。そして彼らは正社員でした。会社なので喧嘩別れや方向性が違うからといった解散というものはありません。自己都合退職か会社都合退職しかないです。また日本の労働基準法では社員を理不尽に解雇すると会社が罰せられます。さてここまで2つのポイントを言いました。会社であること、労働基準法で社員を理不尽に解雇できないこと、このポイントを今回の情報と合わせて考えると、株式会社メグイン TV は労働基準法を違反していて罰せられなければいけません。ではなぜされていないのか。それは今回の情報が正しいと立証されていないからです。彼らの情報が正確だと立証するのは彼らでもなく私でもなく皆さんでもなく法です。それが法治国家です。なので皆様が欲しい答えを私たちも持っていませんし、立証するのかしないのかを決めるのも私たちではありません。株式会社メグイン TV は日々動画と誠実に向き合うだけですね。え、もうあれなんですよね。はい、本当に今回、こんなことになってしまって関係者の皆さん本当ごめんなさい。並びにファンの人たちも本当ごめんなさい。そうですね、本当にやっぱり争いっていうのを避けるためにこれ動画作ったんで、できることならもうこれで私は終わりにしたいですね。はい、そういうわけで皆さんご理解とご協力のほどよろしくお願いします。